えー、sns で国立感染症研究所がコロナワクチンの効果がないと発表したということを書いていたします、えー、これに対して同研究所が公式ウェブサイトでブチ切れてますめちゃめちゃ怒ってます録音知識のないものが自分たちの都合のいいように文面を切り取り的なことを書いてるため公の機関がこうやって公式に抗議文を出す事態になっていますこのようにデマを流すことを表現の自由だと開き直ると思いますが罪ではないのでしょうかまたデマを流された側がこうやって公役に否定することは今後必要になってくるのでしょうかうんあの問題はそのデマを流している人って善意でやってるんですよねで。 要はそのまあ、さっきそのビル・ゲイツがなぜワクチンに金を出したかっていう話をしたんですけどそのみんながみんなワクチン大事すごいよねっていうのを勧めててで副反応副作用がある人っていうのもその一応ニュースで流れるじゃないですか副反応副作用が起きてるにもかかわらずそのなんかワクチンを進めるということはきっとその何か悪い目的があるんだでそのじゃ本悪い目的があるということでみんなを目覚めさせるために正しい情報を伝えようで情報を切り張りすると国立感染研究所がコロナワクチンの効果がないという いうふうに読めるみたいのがあるとほらこれで君たちもワクチン打てなくていいよ大丈夫だよみたいなんで人を助けようとしちゃってたりするんですよね。 なんかあのドイツの看護師さんでそのワクチンを打つのが良くないのでそのコロナワクチンを受けに来た人に塩水をなんか2,000人だか打って捕まった人いるらしいんですよね。でその人はあの要は善意でやったんですよ。要はコロナワクチンなんか打ってしまってはいけないっていうのがあってなのでそのあのこの人たちは騙されてコロナワクチンを打ちに来てるんだと。で私はこの人に塩水を打って助けてあげようみたいなっていうあの善意でやってるんでなかなか難しいですよね。